皆さんこんにちは。人気キャバ嬢姫香さんが10日知人のホステスのインスタグラムのストーリー投稿に登場し、実業家の元太客の男性からの暴露騒動の渦中ながら余裕の笑みを見せました。ホステスは姫香さんについて、話題の女の子がいたので叱りつけておきましたと綴っており、姫香さんは動画の中で真っ白な歯を見せながら大笑いしていました。元太客の男性は今年8月から自身のインスタグラムで姫香さんに対する怒りをあらわにしていました。それは姫香さんが結婚を匂わせてきたことから、高額なプレゼントなどを渡していたものの、姫香さんの勤務している店を出禁になった後、2023年1月に音信不通になったというのです。姫香さんが所属するキャバクラグループの黒服の女性は8月27日の TikTok の生配信で、一連の姫香さんの騒動について「単なる噂と問われると「そう」と反応。暴露については「当事者じゃないとわからんくないですか？それに乗っかりすぎやし、信じすぎじゃないですか？噂話は大嫌い」とコメントしました。人気 YouTuber ヒカルさんは7日自身のチャンネルに動画を投稿し、過去に共演経験のある姫香さんの騒動について「切り方が悪すぎたっすね」との見解を示しました。ヒカルさんは元太客の男性に対して「女の子に貢いだとするやん、その女の子に対する感情って普通じゃないもんな、その子から関係いきなり切られたら冷静な自分じゃいられなくなる気がするんやって」と同情しました。とはいえ、夜の世界ってやっぱドロドロなんやろなっていう、それがたまたま表に出てしまったっていうだけで、とコメントしつつ、姫香さんには「あそこまで行くとなんか開き直ってほしいけどな」ともアドバイスしました。姫香さんは今年9月7日の東京ガールズコレクションに出演するなど、キャバ嬢以外にも活動の幅を広げています。かつては ABEX の練習生だったことが知られており、同社の松浦雅人会長とも YouTube 上で共演していました。松浦氏は姫香さんの接客を受けた際の感想について、 YouTube の生配信で「普通の子でしたよ、最初怖い人とか言われてたけど、なんだいい人じゃんって言われて終わりましたけど」と説明。あの子 ABEX にいたんだよ、 ABEX にいたんでしょって言ったら「よく知ってますね」って言われて、とも語っていました。YouTuber のヒカルさんは9月7日自身の YouTube を更新、関西コレクションは枕コレクションと暴露し話題となっています。ヒカルさんは17億円の在庫を抱えることになりましたと題した動画を公開。自身が代表を務めるブランドリザードの商品の在庫を約17億円分抱えてしまい、緊急で動画を撮影することになったそうです。特に同ブランドの化粧品ラインリザードビューティーのシャンプーの在庫が多いらしく、今回は商品を知人の家に届けに行き、その場で使ってもらうことで宣伝する企画となっています。まず訪れたのは大人気インフルエンサーの加藤ゆりさんの家です。ヒカルさんはシャンプーをプレゼントし、加藤ゆりさんにすぐに使うように無茶ぶりをします。シャンプー後に戻ってきた加藤ゆりさんですが、何か手触りが違うかも、匂いがめっちゃいいと満足そうです。ドライヤー後はヒカルさんとかとゆりさんのフリートークに、どんな話題になるのでしょうか、最近話題のことを聞いていいですか、姫香ちゃんの炎上と話を振るスタッフ。大阪北新地の元ナンバーワンキャバクラ嬢姫香さんが交友関係のあった男性からさまざまなことを暴露され炎上している件のことです。話の中でかとゆりさんが、最近何かそのさ、前はちょっと綺麗売りしてた、キャバ嬢の枕なんて当たり前だからみたいにみな言い始めてと発言。その流れでヒカルさんは、だって俺の身近におる人で関西コレクションに出てるキャバ嬢のこと、あんなん枕コレクションですよって言っとったからなと、イベント関西コレクションで行われているといういわゆる枕営業を暴露しました。さらに、いやもう歩いてる人の半分ぐらい関係持ってるんでって言っとったで、と付け加えるヒカルさん。加藤ゆりさんも、でも確かにしてない子は超レアみたいな、と
知らない話ではない様子です。え、枕するともう金額がバーンって上がるんじゃないと推測するかとゆりさんに。そうそうとひかるさんはうなずきます。思わぬところで枕営業が発覚してしまった姫香さんですが、実は枕を迫った松浦さんは断られていたようです。しかし枕を断った姫香でもキャバ嬢好きの松浦さんはワンちゃんを狙って関西コレクション出演を許諾したのではないかと言われています。ファンからはテレビでやらないようなことをやっている、さすがゴシップ好き、ヒカルチャンネル最強すぎる、ガーシー法ヒカル法、姫香ちゃんの話納得、姫香ネタおもろなどの声が。他にも加藤ゆりとヒカルのやりとり面白くて好きすぎる、ヒカルくんと仲良し兄弟みたい、上智本当にノリ良いなーなど、ヒカルさんと加藤ゆりさんの掛け合いに対するコメントも寄せられました。そんな大手レコード会社であるABEXの会長を務める松浦雅俊、一世代で日本を代表するようなレコード会社を作った経営手腕は相当たるものですが、実は彼は YouTuber としての顔も持っていました。ABEXの松浦雅俊会長は YouTube で生配信した際に女性タレント約20人の実名を挙げながら、ブス、ババア、整形など蔑視発言を繰り返したことで炎上し、そして謝罪したことが話題になりました。ことの発端は2022年6月19日に自身の YouTube の生配信、約2時間半に及ぶ生配信の中では、視聴者からのチャットに答える形で多くの女性タレントへの暴言の数々が披露されました。広瀬すずさんに関しては、広瀬すず、それは可愛いと思いますけど、広瀬すずってなんかうちの子に聞いたら性格悪いって、女同士だからわからないじゃん、でもさ、とのこと。可愛いけど ABEX 所属のアーティストに聞けば性格悪いとのことでした。これはまた聞きなので、実際に性格が悪いのかは不明ですね。いつまで経っても年を取らないことで、おなじみの深田恭子さん、そんな彼女に対しては、深田恭子、友達の彼女じゃん、深キョンはもうババアだろと一言。そして決めすぎて逮捕された沢尻エリカさんに対しては、エリカと付き合うわけないだろ、俺とエリカが付き合ったらなんて言われるか知ってる、どうせ決めせくだろって言われるんだよ、違うから、とのことで、あまり関わりたくはないようでした。そして大御所女優の米倉涼子さんに対しても、米倉涼子の性格なんでもない、米倉涼子は和田アキ子に怒られている時にさ、俺味方してやったら、あんた黙っててって言われて、俺大っ嫌い、それからなんだこの女、助けてやってるのにさあ、アッコさんがガーガー怒ってたよ、とのことで大嫌いと発言していました。この時は問題にならなかったのですが、後日デイリー新潮という週刊誌が取り上げたことで大炎上。さすがに株主総会も控えていることから、総会前に炎上はまずいということで、ひとまず謝罪をしました。一連の発言が女性蔑視と報じられたことについては、いやー、俺は女性蔑視なんかしてないし、俺はほんと正直なこと言っただけだよときっぱり、別に俺悪意があってやったわけじゃないからね、それでもダメならこの国には入れないねと話した。松浦氏は今回の騒動を、みんなの質問にバカみたいに正直に答えちゃった話なのよ、みんなが喜ぶんじゃないかなってエンタメで言ってたと説明しつつ、でもそれもダメなんだなって謝りますと改めて謝罪しました。そんな炎上を繰り返す松浦会長ですが、炎上系 YouTuber のガーシーとのコラボや歯に衣着せぬ YouTube 動画で最近ますます話題を集めています。YouTube での発言も注目を集めていますが、 Twitter の夜食界隈では松浦会長の金遣いがやばいと別の意味で注目されています。それもそのはず、松浦氏は2016年に元妻畑田亜紀さんと離婚しており、フリーの身を満喫中なのです。そもそもあの浜崎あゆみと出会ったのはキャバクラだと言われています。当時は事務所に所属して女優として活動していたものの、鳴かず飛ばずだったあゆ。そんな時
バイトしていたキャバクラに松浦氏が客として訪れ、あゆに一目惚れ、あゆを口説き落としてエイベックスに所属させ、浜崎あゆみとしてデビューさせた結果、あゆは一躍カリスマとして時代を象徴する超売れっ子になりました。結婚していたこともあり、しばらく表立った夜遊びはしていなかった松浦氏。しかし2020年、畑田亜紀さんとは2013年から別居しており、2016年には離婚済みだったことを報じられると、次第に自身の SNS などにキャバクラでの豪遊の様子をアップするようになりました。通っているお店は六本木のラウンジ、ジャングル、東京一、いや日本一可愛い子が揃っていると言っても過言ではない超人気店です。そんなお店で一晩にして1億円以上を使った松浦氏。とにかくすごいの一言ですね。月に何千万とキャバクラで豪遊している松浦氏ですが、そんな松浦氏が指名していると噂される女の子が、歌舞伎町45の星野ティナさん。若干21歳にして月間売上が1億を超えたこともあるスーパー売れっ子キャバ嬢です。星野ティナさんを指名しているのではと噂が流れた時、松浦会長、好きなタイプが分かりやすすぎると SNS で話題になりました。元恋人である浜崎あゆみさんや、ドラマ M 愛すべき人がいてて主演を務めた ABEX 所属の安西カレンさんに似ている気がしませんか。元妻の畑田亜紀さんもこの系統、目がクリクリで小顔の女の子が好きなんでしょうか。好きな系統が分かりやすいですよね。さらに驚くべきはこの投稿、ハッシュタグ趣味、ハッシュタグ無駄遣い、ハッシュタグ45最低というタグがついていることから、45で支払った金額の明細ではと話題になりました。もはや金額が大きすぎていくらか分かりません。星野ティナさんはここ最近一気に売り上げを伸ばしているようなのですが、その売り上げの多くは松浦氏が使ったお金かもしれませんね。まさに湯水のごとくお金を使いまくる松浦氏ですが、総資産はどれくらいあるのでしょうか。調べてみたところ、松浦氏の資産は27億で、2020年日本のお金持ちランキングでは75位にランクインしているとのこと。ちなみに年収は約5億円で、上場企業の経営者の中では18番目に多い金額です。一世を風靡した会社の創業者ともなると、キャバクラで1億円使うなんて大したことなさそうですね。 SNS ではグッチ買ったけど全部捨てた、パジャマは使い捨てのヴィトンなどと発言し、成金、下品と揶揄されることもあるのですが、実は保護猫、保護犬活動に力を入れているそうです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。